配すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと何がサンキューだこの野郎。それじゃ。あれが神室町の窃盗団か。ここでしまいにしたる。少しだ。よし。もう少しだ。これでよし。誰だお前。
しばらく寝とけって。クソが。まだ元気があるんならいろいろ喋ってもらおうか。さらった子はどこだ。上や、応接室におる。応接室だな。素直で結構。応接室の扉の暗証番号は言うわけないやろが。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとう。少しだ。よし。よし。これでよし。聖夜の妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。八神やろ。いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はヤバいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下。当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたのよ。クソ。おう、このガキ口聞けんようにそれ。Yeah!
行こう。そこにおれや、八神。村瀬さん、なあもういいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのはあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだ分からない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。なんやと。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに、久米はアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目をえぐり出した。筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。分かったわ。行けや。今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。